ジェニファー・イーリーはアメリカ出身の英国女優。父親は作家のジョン・イーリー。母親はイギリスの女優ローズマリー・ハリス。ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムに生まれる。舞台女優としてのキャリアは古く、1973年にブロードウェイで上演された、欲望という名の電車に幼児役として出演している。1991年。 ピーター・ホール演出によるモリエール作、パルチュフで評判となり、有望新人に贈られるヤン・チャールソン賞を受賞。1994年、映画、バックビートにシンシア・パウエル役で出演。これが映画デビュー作となった。1995年、高視聴率を記録した BBC のテレビミニシリーズ、高慢マンと偏見に、主人公、 エリザベス・ベネットを演じて、世界的にも知られるようになった。その後、映画界でも活躍を始め、オスカー・ワイルドでは妻役を演じて、英国アカデミー賞の助演女優賞にノミネート。太陽の雫では、カナダのジニー賞の助演賞候補となり、ゴールデンサテライト賞を母と共に受賞した。一方、舞台での活躍も続け、1999年には、 ロンドンのドンマーウェアハウスのトム・ストッパード作、リアル・シング・ザ・リアル・シングで絶賛され、翌年ブロードウェイでも上演されて、トニー賞を受賞。2001年 NY ランダバウト・シアターで限定公演したノエル・カワード作、生活の設計で、アラン・カミング、ドミニク・ウェストと共演。2005年には、オールドビクの舞台、フィラデルフィア物語で、ケビン・スペーシーと共演。2006年には、 上演時間6時間に及ぶトム・ストッパード作による三部構成の歴史大作コースト・オブ・ユートピア・ザ・コースト・オブ・ユートピアで再びトニー賞演劇部門上演女優賞を受賞した。彼女の性意類は日本では誤ってエールと表記されたが発音は EED である。コーマンと偏見撮影時にコリンファースと交際していたことがある。2001年に結婚し現在は 子供が二人いる。ありがとうございます。